村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、大橋ロコです。そして村上直樹さん、今週もズームでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。7月12日月曜日です。今日から緊急事態宣言入り4度目ということで、村上さん本当に我慢が続きますね。そうですね、まあ、ちょっと残念ですけどね、今回 の決定に関しては、まあ、仕方ない部分もあるんだけど、ね、はい、まあ、やっぱちょっとこう、まあ、菅政権にとっても残念だと思いますし、まあ、ちょっと、ね、菅政権この総選挙大丈夫かっていうのもちょっとやっぱ心配ですよね。西村大臣 その金融機関を通じて飲食店にこう圧力のような、まあ、あれはちょっとすぐにまあ謝罪しているんですが、はい、政権に与える印象はかなり悪化しましたよね。そうですね、うん、これはやっぱり、まあ、失敗したとしか言いようがなくて、はい、うん、まあ、そのべき論、まあ、コロナを抑えたいから、まあ、そういう案がおそらくですね、まあ、西村さんから出たというよりも、やっぱりこういう方法を考えつくのはおそらく事務方だと僕は思ってるんで、はい、まあ、それをちょっと安易に採用しようとしてしまったっていうのは、はい、これは責任は当然政治にあるとは僕は思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとね、うーん、それはやっぱり問題だと。これもやっぱこの点でも、これどういうふうにこうちゃんとこう収められるのかって、ただでさえ、このオリンピックの無観客っていうことで、はい、まあ、僕個人的には無観客でもいいんじゃいいと僕は思ってるんだけども、でもやっぱりこんな中途半端でどうするんだって、やっぱりできなかったじゃないかみたいに、まあ、菅政権へのその国民の期待がやっぱりこう低下してしまう要因もあるし、でこういったもん、はい、まあ混乱が起きてしまってて、少しこう政局になりつつあるっていうのが、まあ、今の状況だと思うので、はい、まあ、今日はね日本株反発しましたけれども、はい、先週の金曜日の段階でまた日米相対株価で見ると、はい、まあ、アメリカの株はねご案内通り最高値更新またしてますから、はい、で日本株はやっぱり全然ダメで、またこう、まあ、米国株に負け続けてるっていう状況っていうのは、うん、まあ、やっぱり普通に考えればやっぱ日本の政局ちょっとやばいよねっていうところ、はい、やばいかもしれない。これはどうなるか全然わからないんだけど、はい、その不透明感がやっぱり強いことっていうのはやっぱりまだ、まあ、続いてるし、で僕自身もまあ、全然やっぱよくわからなくなったし、でこれの背景にはいろいろその想像するといろんな動きがあると思うんですね。菅政権の足を引っ張ろうとしてる人が、まあ、もしかしたら動いたかもしれないかなとか、うん、まあ、いろいろその想像はできるんで、はい、まあ、あまりこう細かく言ってちょっと問題なので言いませんけれども、まあ、そういう、まあ、マーケットの視点でもやっぱりこれ大丈夫かいな、ちゃんと収められるのかなっていうところですよね、うん、はい、で、まあ、後でね、でもお話になると思いますけれども、まあ、そもそもそのお金をちゃんと出せばすぐ話なのに、緊急事態宣言も出てるんですし、うん、セットでね、はい、そうで、これだって結局外食とかお酒を出すところのセクターの方々に、まあ、幸せが寄せられて、はい、でだから困ってるって話なんで、まあ、はっきり言うとお金そんな相当財源あるんだから、はい、お金を先に出すっていうことをやれば相当なんだろう、いろんなところの問題って結構簡単に解決する話なのに、はい、なんかそれを取らずに、なんかもうなんか政治的にもなんかよくわからない、正当性もないかのような政策に走ってるっていうのは本当に良くなくて、はい、なんかね本当に心配ですよね。そういうなんかこのドタバタぶりを見てると、そうですね、うん、としか言いようがないですよね、うん、予算を執行して、まあ、飲食店も救済するような、またね、経済対策ちゃんと出せばいいだけの話なんですけどね、うん、そういいだけの話なのに、なんでそれをやらないのかっていうところも含めて、はい、やっぱちょっとこうずれてるのもあるし、なんか本当しょうもないなっていう気がしますね、はいはい、そして金融政策の面から言うと、はい、今週日銀の金融政策決定会合がありまして、前回グリーンオペ環境配慮の、はい、まあ、通常ならこういうの ECB が
先行してやるかなと思ったんですけど、日銀がこれを7月の今回の会合で具体的にスキームが出てくると、はい、言われてますね。まあ、出てくるかは、まあ出てくまあ、一応そのある程度出てくるって言ってから、事務方が詰めて、はい、でそれを政策決定会合で、議論するっていうのが行われるんで、まあ、全く何も 出ないとそれは問題だと思うんで、今決められることは多分 今週ね、多分出るんでしょうっていう程度ですよね。まあ、だけど、まあ別に、まあちょっとこれに、この点に関しては、まあ、これ出た時に先月も多分言ったかもしれないんですけど、はい、まあちょっとね、まあ別に、まあ別にやらなくてもいい話かなっていう気もするし、その政治的に振る舞ってるから、こういったあまり金融政策、いわゆるマクロ安定化政策として必要な政策なのか、まあもしかしたらそうか、必要かもしれないけども、その長い目で見て、はい、必要かもしれないっていう、なんて言うんでしょう、まあ、遠い将来に向けた金融政策のこう、ツールを増やしていくっていうことはもしかしたら大事かもしれないけれども、まあなんかそれよりも大事なことをもうちょっと真面目に議論した方が、まあ、生産的なんじゃないかなって僕自身は思ってるんで、はい、まあ、ややね、そのまあ政治との距離感とか、まあ、事務方がこう主導する形で動いてるっていう印象の方がやっぱり僕は強いので、はい、まあ、ちょっとこうね、日本銀行は今のこの枠組みで何かできるかって言われると、確かにもうなかなか難しいっていうのはあるんだけど、はい、もうちょっとね、こう政策の、なんだろう、財政政策の拡大っていうところを今日もうちゃんとこうしっかりと取り組む、投げかけるような方向に議論を持っていくっていう方が僕は生産的だと思ってるんで、はい、このグリーンの話がもしかしたらそのツールになるかもしれないっていう、ツール、その財政政策を使っていくっていうツールになってくれればいいんだけど、まあでも、日銀ができることは、まあ今回そのすでにもう金融機関のバックファイナンスを強化するっていうところなんで、そのコロナ関連のそのオペ拡充の代わりになるところで、このグリーンを使ってオペを拡充する、オペ、まあ要は銀行へのその融資拡充のツールを増やすっていうことだと思うので、まあ、あんまりね、政策効果はやっぱり期待できないかなっていうのが、あると思うんで、はい、まあ、おそらくマーケットもそう見てると思うんで、まあ、多分誰も興味がないんじゃないかなっていうのが、もう僕の、予想ですね。はい、まあ、外れたらすいませんですから、すいません。はい、今、マーケットの最大の関心は、アメリカの長期金利、先週みるみる下がって 1.3% 割り込んで、1.2% 台。はい、1.25 までつけましたね、一瞬ね。うん、はい、もうこれあんまり金利が下がるということは、そのインフレを全然織り込まないというか、景気後退を、まあ、織り込んでいる可能性があると村上さん前に指摘されていましたが、まあ、今足元でちょっと反発しているというのは、なんかこう200日移動平均線にサポートされたのかなみたいなところで止まりましたね。うん、まあ、そういうふうに、まあ、言われてますよね。まあ、はい、ちょっとこう、まあ、先週いろいろ出た動きとかニュースとかで、その、まあ、米国のね、その解釈としては、長期金利がガーッと下がって、はい、イーロンカーブがフラットニングしているんで、うん、まあ、将来の景気減速、あるいはインフレ率低下っていうのを、まあ、織り込んでるっていうことなんだけども、でも、まあ、おそらくその、この1週間の値動きは、もうそんな、こう、ファンダメンタルズっていうよりも、もう、まあ、まあ、買いが買いを呼ぶみたいな。で、ポジションの、要はその、金利上昇でかけていったポジションが、やっぱりあんま上がんねえな、ということで、その手仕舞いみたいなのがあり、はい、まあ、あと、債券でも、その、要は、まあ、アルゴみたいな、モーメンタムでこう取引するような取引で、トリガーがおそらくかかっちゃって、一気に、まあ、買われたというのは金利が低下方向にガーッとこういってしまって、はい、やっぱり一瞬でも20ベース、まあ、1.4 台だと 1.25 なんで、はい、まあね、1.25 の長期金利って、まあ、それは日本に比べれば高いけれども、まあね、2% いくって言われていた金利が一気にこの水準なんで、はい、まあ、ちょっとね、これ、まあ、ファンダメンタルズでは説明は到底できないんで、まあ、おそらくそのもうテクニカルなサポートしか多分もうリバウンドするきっかけがなかったっていうのが多分先週の値動きだと思いますね。はい、株式市場はアメリカ、うん、また S&P500 などが史上最高値更新という状況、うん、
金利が低いのはいいことですけど、うん、景気減速を織り込んでるんだとしたら、うん、どうなんだろうっていう、ここで買っていいのかって思いますね。まあまあ、まあそうです。まあ、でも、うん、まあ、債券市場がやっぱり単に極端だっていうのが僕の、うん、ボラが荒い。債券市場がなんか要は春までの雰囲気と、春にはねインフレが止まんなくてもう、そう、またインフレの時代がやってくる的なところまでパニックっちゃって、はいはい、でそっからいろいろあってなんか落ち着いて、で振り返ってみて、で6月の FOMC でね高波化したんで、でそれを見てもう、はい、あフェドがこれね、利上げもしかしたら早く始めてすぐ景気減速するんじゃないか、だからフェドが失敗するんだっていうところまで、まあ、急激にまたこう全く違う方向に期待が変化した、うん、まあ、これは先週も言った話ですけども、はい、でそれが多分続いてるっていうことだと思うんだけども、でもそれも要は春からのその、ね、期待のスイングっていうのが一番期待の振れっていうのがやっぱあまりにも大きいくて、じゃあ実際にそのアメリカが本当に景気がね悪くなるか、それはもちろん FRB が間違えるっていうのが一番可能性が高いと、だからシナリオとしては一番あり得るとは思うんだけれども、はい、まあ、でも実際にじゃあ FRB がねそんなに間抜けがって言われるとそんなことはなくて、いやそれは債券市場はそういうふうにね勝手に思うかもしれないけども、ね、FRB のその高派の人たちはともかくとして主流派の人たちがね、まあ主流派もちょっとこうパウエルも含めて少し6月の FOMC でブレた可能性はあるんだけども、うん、まあでもそんなにこう利上げをね、早めるほどの政策ミスをしなければ、はい、問題ないわけなんで、はい、まあそういう意味で言うとまあ株式市場のその先週の一瞬の下げも、まあ結局その金曜日にはまたリバウンドしてるんで、また最高値更新してるんで、株は全然下がってないんで、はい、そうなんですよね。まあ、株は冷静だと思うんですよ、そこは。うん、いや債券市場だけがこう、まあ、右往左往してますね。右往左往していて、うん、はい、で、株式市場はまあ債券市場の値動きをちょっと心配なんだけど、あ、でもあいつらちょっとこう、パニックってるなっていうふうに冷静になって、で、ああ、じゃあもう債券市場のその折り込みも、おかしな折り込みも少し終わっ、なんだろう、済んだんで、金曜日リバウンドした。まあ、金利上昇とともに、うん、株も結局リバウンドしてしまったっていう、まあ、そういうことかなという気はしますね。はい。はい、今週パウエル議長の半期に一度の議会証言っていうのがあるんですが、まあ、FOMC のその総意というのがまた改めて確認できると。注目度はどうでしょうか。うん、まあね、さすがに6月のドッツの変化プラス先週議事要旨があって、でそれ以上の発言っていうのは、ね、サプライズはない。パウエルさんから聞かれるかって言われると、うん、もうね多分で、まあもうずっとこうパウエルさんも含めてその証言してるっていうのもあるし。はい、まああんまりね、あ、いやもしかしたら、いやテーパリングがすぐ始めなきゃいけないとかってなんか口滑らしたら、それはびっくりしちゃう、ね、それはびっくりするかもしれないけど、はい、まあそんなことはもう多分パウエルさんはねもうされないと思うんで、はい、まあ淡々とこれまでの見解を繰り返すんであれば、はい、まあサプライズはないんじゃないかなっていう気はしていて、むしろそのテーパリングのそのやっぱりしなきゃいけないみたいな話を高派の人がやっぱり強く言って、やっぱ雇用統計が出た時に一番反応する可能性が高いと思うんで、まああんまり反応はしないんじゃないかなっていう気はしますね、今週に関しては。はい。そして株がサポートされた一因かもしれないというニュースが、先週中国の中央銀行が金融機関から預かる資金の比率、はい、これ預金準備率っていうんですが、はい、これを引き下げて、日本円でいうと17兆円規模を市場に供給する、まあ、追加の金融緩和策を講じたという発表がありました。ちょっと中国がこのところ緩和策にこう転じているというのが、まあ、マクロマーケットにはプラスなんでしょうか。まあ、プラスですよね。まあ、これは多分、うん、まあ、さっきのそのアメリカの金利低下の話と、実はやっぱり中国が引き締め、中国の政策が引き締め方向に行くっていうのは、まあ、もしかしたら、これ多分2014年とか2018年とかの景気サイクルって中国初だったっていうのが、まあ、共通認識になっていて、で、やっぱりその意識されてるんですよ、結構相当。特に債券市場では。
て、だから、はい、で、まあ、まだこれなんで測るかというと、要はその、まあ、銀行の融資料とかからはあの計測するんですけど、でそういった中 で僕もちょっとこのタイミングで今言った準備率、預金準備率ですよね。でこれは、はい、金融機関への要は資金供給になるので、お金預けていたのを戻していくっていうことなので、はい、まあ、当然限界的に言うとこれ金融緩和政策なんですね。でだからそれに転じたってことは少し予想外だったん で僕の解釈ではその金曜日にその株が戻って、うん、まあ、金利の低下が止まったからっていうのがもしかしたら、まあ、一番大きいかもしれないけども、要はリスクオフ的になっていたのを少し和らげたのはこの、中国の預金準備率の引き下げは、うん、それは前日にアナウンスされてたんだけど、それを正式決定したことと、あとは6月の銀行の貸し出し統計とかマネーサプライが出て、まあ、これがちょっと伸びてたっていうことですね、はい、だから変わってると、はい、年後半にかけてその財政政策も含めてちょっと出してくるんじゃないかっていうのは、まあ、これは言われていた話なんだけども、まあ、それが少しその兆候として現れた。でこれはもしかしたら中国の景気が良くないからそういう対応に転じたっていうことかもしれないんだけども、うん、だけどやっぱり、その引き締め的だったのを少し緩和していくってことは、それは、経済にとっては当然ポジティブなんで、はい。まあ、だから僕は、やっぱ金曜日はこの要因は結構大きかったんだろうな、っていうふうには思ってますね。はい。で、それは FRB が、要は6月の FOMC で高派化したっていうことは、まあ、やっぱり FRB っていう一番大きな影響を及ぼす中央銀行が、やっぱり引き締め方向に、まあ、軸足を移すっていうのは、これはリスク資産にとってやっぱ大きなことだと僕は思ったんで、はい、まあ、少しこうネガティブに考えてたんですけども、で一方でやっぱり、あとほら他の中央銀行はいろんな小さいところ、まあ、エマージングも含めて、まあ、利上げしてる中央銀行も多い中 で、はい、でここでやっぱり中国がやっぱりこうね、引き締めじゃないっていう方向に行ったっていうのは、はい、これやっぱり世界経済のバランスから見ると、まあ、中央銀行全体が、まあ、まだ緩和で頑張ろうとしてるところがあるっていうのは結構大きい話ですよね。うん、だから、はい、まあ、ちょっと若干ね、株にとっては、ちょっと FRB 心配なんだけども、まあ、PBOC が少しも含め、あとその中国の当局が、景気重視に、移りつつあるっていうのが、これがもし本当であると、はい、案外その僕はちょっと短期的には株ちょっと危ういなとまだ思ってるんですが、まあだらだらとその、まあ、金融相場的な状況が続いちゃう可能性も、まあ、あり得るかなっていうふうに少し思い始めています。うん、はい、中国は緩和に軸足をこう移しているということと、うん、はい、あと先週ECB がはい、これまでのインフレ目標、物価目標が 2% を下回るが、それに近い水準に中期的に安定させるという目標だったものを 2% に中期的に安定させるに変更したんですね。はい、だから一時的に、インフレ目標が 2% を超える上振れすることを容認したという発表がありました。これもまあ緩和的なスタンスと言えますが、これをどのようにご覧になりますか。うん、まあ、まあ今までがしょぼすぎたんで、しょぼすぎた、まあ、ちょっとまとめまあしょぼすぎたって要は引き締めバイアスだったわけですよ。要は 2% 超えることに対して、ね、はい、やっぱりこう、まあ 2% 超えるのはもう絶対許さんっていうふうに思ってる人がいるから、うん、そういう中途半端な対応だったのを、まあ、要は今言って大橋さんが説明いただいたようには、要は上振れも容認するってことは、要は 2% インフレをね、そんなピンポイントでできるわけないんで、ある程度その上下に振れるっていうのは、まあ容認はするわけですよね、どこの中央銀行も、はい、で、はい、その要はその容認の仕方を要は上下対称にしましたっていうのが今回のおそらく、なんだろう、 ECB のその政策のフレームワークの見直しという意味では一番大きなポイントだった、はい、だということ でそれはこれまでがちょっと前はタイトニングすぎたから、その、まあ、FRB とかに近づけるという意味では、うん、やや緩和的だっていうことでは評価はできるんですけども、
まあでもやっぱり米国基準で僕は見ると、いやそんなのとっくに FRB やってるし、はい、なんかそれにようやく追いついただけで、はい、なんか遅れてるよね ECB は相変わらず。まあでもちろん ECB の中では、はい、そういう高派の人のねを説得するのにね、おそらく政治的にいろんな、まあラガルドさんはもしかしたら頑張られたのかもしれないんだけども、まあフレームワークの見直しで所詮この程度かよっていうふうに捉えればね、うん、まあそりゃそうだよね。時代遅れの政策、ね、枠、政策の枠組みが、はい、あの少しまともになった。であとあとその要は FRB に近づけるって意味では、そのいわゆる平均インフレ目標を導入するかっていうのも、まあ、一応その多分今回事前に、多少は期待はされていたと思うんだけども、はい、まあそれはね、ないというふうに逆にあの明言してるん でそれはやっぱり、はい、いやそんなもうインフレオーバーシュートを容認するっていうことに対して、まあ、ラガルドさん自身はもしかしたらあの、まあ、寛容かもしれないけども、そうしたいんだけど、そんなの絶、うん、そんなの絶対許さないって言ってる人が多分多い多いっていうか相当強いあの意見を持ってるっていうことだと僕は理解しましたね。だから、はい、まあまあなんか悪くはないけど、まあそこの程度かっていう感じですかね。うん、まとめると今回の ECB のフレームワーク変更に関しては、はい、こういうふうにフレームワークを変更しておかないと、うん、ちょっとでもインフレ率がもう先月が 5% になってたかなと思うんですが、あ 5% までいってないか、まあ、2%、ね、ECB ね、 ECB は 2% ですね、はいはい、ちょっと 2% を少し超えたぐらいでも引き締めバイアスがもうかかっちゃうっていうことを避けるために、うん、まあ、それもあると思います。だから、まあ、ECB はそのターゲットがね、エネルギー含みになっちゃってるから、まあ、だからそもそもいかんっていうのもあるんだけど、簡単に 2% いっちゃうからね、今みたいな状況だと。うん、はい、うん、まあ、だから、それは、そんなね、エネルギー込みで 2% いったからすぐ買えますなんて、なんかもう、まあ、ちょっとさすがに、その、世界標準から見ても、それはおかしな議論でしょっていう意味、という冷静な議論が ECB の中でされてるっていうことではいいと思うんですね。評価できますね。はい、うん、だからECB もね、これからか、まあ、引き締め急がないっていう意味では、その緩和をね長期化させる、まあそれはアメリカ基準で見れば当たり前の話なんだけど、まあそれに、近い政策が多少は行われるようになったという、まあそういうことかと思いますね。はい、まあ、ドイツは先の大戦でかなりのハイパーインフレになったこう苦い記憶があるんで、何かあるとすぐこう引き締めたがるっていう、それを牽制する意味合いもあったっていうことでしょうかね。そうですね、はいはい、そして最後、前回も取り上げました G20 で合意されましたデジタル課税と法人税の最低税率 15% 以上にしましょう。これがまあ合意が取り付けられそうだということで、10月に最終合意、2023年の導入を目指すという話なんですが、ここでそもそもの話をちょっと伺いたいんです。この法人税率、 OECD の平均値では 23.3% だそうです。日本の税率が 29.7 ということで、今回 15% 以上ということで決まりましたが、日本のやっぱり法人税率は高めなんですね。と思いますね。まあ、この法人税率はね、いろいろその今多分おっしゃっていただいた数字は、その法定税率ではなくて、まあ、実効税率、まあ、要はその法人税がかかってもいろいろその控除があるじゃないですか。それを多分差し引いた数字かなというふうに思いますけれども、まあ、まあ、その差し引いた数字で見ても、はい、まあ、法人がね、どれぐらいお金払わなきゃいけないかっていうのは、まあ、いろんな議論があり得ると思うんだけども、まあ、そもそもこの 15% っていうのがもう低すぎるから、それは上げましょうっていうのは、まあ、それを反対する人はなかなかいないわけじゃないですか。はい、で、日本の場合は、で、要はトランプが下げすぎた、あとその前のイギリスが下げすぎて、でも法人税引き下げ競争になってることがね、ちょっと不毛だっていう、まあそういう議論じゃないですか。はい、はっきり言ったら日本はね、そもそもその、それを真面目に、まあ安倍政権でほんの少しだけ下げたんですけど、はいはい、まあその法人税をね、下げすぎていたわけでもなんでもなく、うん、要はそのちょっとやりすぎていた国がちょっと反省して、ちょっとこれまずいよねっていうことが今回の動きだから、もうはけてたんで、蚊帳の外なんですよ。日本とかそのヨーロッパとかね。もともとその高い税率のままで、
まあ、法人税の引き下げ競争みたいなのを全く真面目にやってこなかった国の日本にとっては、あ、そうですかっていう感じじゃないですか、うん、まあ、だからまあ、そうで、そういう意味で、その、まあ、あまりこう、当事者ではないような感じで多分も見てるんで、まあ、合意しましたっていうだけの話であり。まあ、あまり関係ないですもんね。関係ないんですよ。そうですね。はい、で、だから、本来、その、まあ、今おっしゃっていただいた、多分その、OECD の平均とかで見ても、日本の法人税は、まあ、平均的には高すぎるんだから、はい、日本の場合の議論は逆で、いや、その各国が高めなからっていうことで別に法人税上げるっていう方向の議論っていうのはまあありえないわけで、で、やっぱり当たり前ですけど注意しなきゃいけないのは、こういう議論が出てきたんで、あ、なんかじゃあもう法人税上げた方がいいんじゃないかみたいな安易な議論の方に、まあ、おそらく持っていこうとする 人たちがいっぱい多少はいると思うので、はい、まあ、そういうのには気をつけなきゃいけないよねっていうことかなっていう気はしますよね。はい、で、まあ、あと、そのね、ほら、まあ、税制の議論はいろいろあり得るんだけども、結局消費減税するのに、法人税引き上げなきゃみたいなことを言ってる。はい、まあ、これはほら、多分さ、まあ、左の人はそういう感じで言いますよね。消費税なくし、はい、なくして、企業から取るやいいんだよ、みたいな。うん、まあ、そういう安直な人も言っていますけど、それもやっぱりおかしいんですよ。日本の、法人税めちゃくちゃ低いかと言われると全然そんなことなくて、高いですよ、まあ、普通に高いっていう、はいはい、高いです、むしろ高い方だっていう、ね、そうですね、中で、だからその全体の議論はね、全体を下げていく可能性をやっぱりもうちょっと真面目に議論するっていうのが、そのやっぱり今の財政性、まあで、今の財政が大変だって、で、思考停止してる人はね、増税しか考えないんだろうけれども、本当にそのね、なんて言うでしょう、税率、どれぐらいの税率が望ましいかっていうのは、マクロ経済全体の状況とかのバランスとかから考えなきゃいけない。で、だからそういうふうに本当はね、ちゃんとしてほしいし、まあ今の菅政権がね、どっちの方に行ってるか、まあそれどころじゃないんで、多分今はなんか、まあ心配なのはね、その、環境で増税になりそうなんで、そっちの方にバイアスがかかっちゃう可能性があるから、まあそれも、はい、うん、心配なので、うん、まあそこはね、バランスを持ってちゃんとこう、まあ税制の方も、まあ、しっかり考えてほしい。まあ今はなんかそういう余裕もないのかもしれないんだけども、無事その総選挙も乗り切ったらね、ちゃんとそういった、まあ、まともな経済成長を高めるような経済政策とその税制のパッケージっていうのを、まあ、ちゃんとやってほしいなっていう気がしますね。そうですね、はい、まあ、国際的にやはりその比較して日本の法人税率が高いってなると、企業がやっぱり外に逃げちゃうっていうリスクありますからね。うん、まあそうですね、うん、それはだから、まあ為替レートを安定化させたんで、はい、前のようにその円高でむちゃくちゃ苦しむからもう出ていかなきゃいけないっていうのはもうなくなってると思うんで、ある程度その国内でやってもね、はい、製造業がやってもいいだろうっていう話になってるんだけども、うん、でそれをね、やっぱり、まあ、これからその環境関連とかでこれ失敗するとね、また、はい、ほら昔ほら震災の後ってほら60億って言われたじゃないですか、はい、円高もそうだし、で、まあ、あの時もさら真っ暗でしたね、まあ、はい、要は原子力止めて電力も負担になってたわけですよ。はい、でそれね、また同じことやるのかよって話にこれ失敗するとなるわけですよね。はいはい、だそれは税率も含めても言えることなんで、これ法人税話じゃなくて逆にその炭素税でも何でもいいんだけど、これかけすぎると、はい、まあ最終的には消費者に行くんだけども、ね、これやっぱ使う企業も相当コストを払うから、でそれを無理やりやっちゃうと、それは女もバカバカしくやってらないよって、それ企業グローバル化して、いや、いくらそのグローバル化の流れが止まっていて、中国難しくなってるかもしれないけど、いや、そんなバカバカしい国にね、そんな企業入れないよっていう話に、それはなりますからね。はい、だからその辺はちゃんとしっかりと考えてね、政策やってほしいな。まあ、まあ、大丈夫だと思いますけども、民主党、ね、かつての民主党ほど愚かなことは僕はしないと思いたいですけれども、はい、ちょっとね、この環境にシフトしすぎるっていうのは、そういうリスクもちゃんとあるんだっていうことをちゃんとこう認識していただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、ありがとうございます。今週も村上直樹さんに伺いました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。
官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党のこと。もう官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。